西側、昇天市まで、走ってますんで、前から見たらこんな感じです。横から見たらちょっと斜めみたいな感じです。で、これが使えると、今ブログにも載せてるんですけども、内臓脂肪とかが取れやすいって言って一応説明させてもらってます。で、今からね、何しようかな。ちょっと走ってもらって、高瀬君。あ、靴ないんか。あります。で、大道くんも。はい。3人。軽くちょっとジョギングしててもらっていいですか。今走ってこんな感覚やなっていうのをちょっと分かってもらっていいですか。置いていい。その間ちょっとマルチヒップの説明します。日本人とケニア人の差っていうのは、ごめんなさい、いきなりケニア人の話されても多分困るかもしれないですけど、よく股関節が使える方っていうのは大腰筋が肥大してるって言われます。腸腰筋のことですね。で、腸腰筋のトレーニングとしてよくこのマシン使われます。で、僕がお客様に対してさせていただくときは、大体10キロでやります。力みなくしていただくために軽めでさせていただいてます。で、ストレッチの要素を効かしたいんで、要は筋力鍛えると、例えば指の筋力鍛えますよね。これ僕本気です。これ痛くないですよ。でもこうやったらすごい威力出るの分かりますか。この要素を出してあげるんですよ。で、日本のトップアスリートとか、おそらく、腸腰筋とか大腰筋が肥大してる人間っていうのは早いんで、腸腰筋のトレーニングとかしてると思うんですけども、主に日本人とケニア人を比較した時っていうのは、日本人の方が内転筋群が肥大してます。ということは腸腰筋使えてないんですね。で、じゃあ腸腰筋どうやってトレーニングするのっていうと、大体スポーツクラブで、僕いろんな動画を見たんですけども、こうやって使う方が多いです。これこうやって、実際これやってみると分かるんですけど、大体四頭筋と内転筋すんごい効くんです。で、うちのスタッフもそうなんですけど、腸腰筋意識してあげましょうっていうんですよ。これ意識して、それでも内転筋効きます。実際にやってみれば分かります。ケニア人とかは絶対に腸腰筋を意識してないはずなんですよ。でも日本人がトレーニングするときは腸腰筋を意識するんですよ。なぜか無意識で使えないと意味がないんですね。どうやって使うかっていうと、もう足スイングします。ストレッチかかるんですよ。これストレッチかかるんです。ここ伸びてます。で、これがちゃんとできれば、終わった後は足めっちゃくちゃ軽いです。これ今右、僕軽いです。これ歩いてて多分差があるの分かります。これこっち抜けてるの。普段から僕が歩くのはどちらかというとこういう姿勢で心がけて歩いてます。 100m のレース前に選手がダラダラ歩いてるの見たことないですか。こうやって歩いてます。ダラ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 、こうやって。これ何してるかって言ったら抜いてるんですよ。力み出さずに抜いてるんですよ。抜くっていうのはこれです。抜くとこれです。抜いた後は絶対こう入ってくるんです。筋肉ばかり意識せずに筋腱で考えないと意味がないんです。実際はもうこうやってひたすら刺してるんです。これ内転筋ですから。これ腸腰筋はもう抜くんです。で、抜くと後ろで膝曲がるの分かります。これで、実際ケニア人の、これブログに載せてもらって、載せてるんですけど、見てもらったら分かるんですけども、膝かなり曲がってるんですね。これ分かります。前出て開けた。わかります？あ、これですね。膝曲がってるのわかります？後ろで。で、わかりますか？曲がってるのわかります？これ抜いた結果曲がってるんですよ。曲げようとした結果曲がってるんではなくて、抜いた結果曲がってるんですよ。これは。